ウェイス・アンダーソンは、アメリカ合衆国の映画監督、映画プロデューサー、脚本家、テキサス州ヒューストン出身。1969年5月1日、テキサス州ヒューストンに生まれる。父親は広告業界で働いており、母親は元考古学者で不動産ブローカーだった。母親のテキサス案は、自身が2001年に制作した。 ザロイヤルテネンバウムズに登場するアンジェリカ・ヒューストン、演じるエセルテネンバウムのモデルにもなっている。ヒューストンにある共学の私立高校へ進学。天才マックスの世界の舞台にもなった場所で、アンダーソン自身もジェイソン・シュワルツマに演じる主人公のように演劇部の脚本と演出を手掛けた。高校を卒業すると、テキサス大学オースティン校で哲学を学び、 この大学で俳優のオーウェン・ウィルソンと出会い、映画の共同制作を始める。短編映画、ボトル・ロケットが、ジェームズ・ウェルブルックス監督の目に留まり、彼の制作の下で、劇場用にリメイクした、アンソニーのハッピー・モーテルで、長編映画の監督デビューを果たし、マーティン・スコセッシュから激賞された。2001年に発表した、ザ・ロイヤル・テ・ネンバウムズで、オーウェン・ウィルソンと共に、 アカデミー脚本賞にノミネートされるなど、ハリウッドで最も次回作を期待されている監督の一人とされる。2004年、ビル・マーレー主演のライフ・アクアティックを監督。2006年、アメリカン・エキスプレスのコマーシャルに出演。2007年、インドを舞台としたダージリン急校がニューヨーク映画祭で上映される。2011年、ロアルド・ダールの小説に基づく、 ストップモーションアニメーション映画、ファンタスティック・ミスター・ホックスを監督し、アカデミー長編アニメ映画賞にノミネートされた。2012年、ムーンライズ・キングダムが第65回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出され、オープニング作品として上映される。本作は高い評価を獲得し、インディペンデント・スピリット賞では監督賞や脚本賞にノミネートされ、 第85回アカデミー賞でも脚本賞にノミネートされた。同年、プラダのために短編映画カステロ・カバルカンティを手掛ける。2014年のグランド・ブダペスト・ホテルは第64回ベルリン国際映画祭のオープニング作品として上映され、銀マ賞を受賞。 第68回英国アカデミー賞をはじめ、第80回ニューヨーク映画批評家協会賞や、第40回ロサンゼルス映画批評家協会賞、第50回全米映画批評家協会賞、第18回トロント映画批評家協会賞等にて、脚本賞を受賞。他にも第72回ゴールデングローブ賞で、作品賞を受賞し、第87回アカデミー賞では、 作品賞を含む9部門にノミネートされ、技術部門で4冠を受賞した。2018年の犬ヶ島も第68回ベルリン国際映画祭のオープニング作品として上映され、銀熊賞を受賞し、第91回アカデミー賞で長編アニメ映画賞にノミネートされた。アンダーソン作品にはたびたび出演する常連俳優がおり、名優のオーウェン・ウィルソンをはじめ、 ビル・マーレアンジェリカ・ヒューストン、シーモア・カッセル、ルーク・ウィルソン、ジェイソン・シュワルツマン、そしてインド系俳優のクマール・パラーナラがいる。なお、弟のエリック・チェイス・アンダーソンは作家として活動しており、兄の作品にもこれまで4作品の出演を果たした。ありがとうございます。